東日本大震災、東京電力福島第一原発の事故により、福島県飯舘村から避難を余儀なくされた渡辺富子さん。現在も避難先で農業を続けながら、地元の特産品を守り続けています。マルチも。だいぶほら、芽が出てきてる。あ、出てる。一週間で大体芽が。去年も室外で、毎年室外でやってたんですが、水を含めて。去年、おととしは、日照りで種まいた後、水まいた。今でも水荒れてるでしょうな。大変でしょう。なんかタンクで汲んできて、で、注入して。あんまり、なんていうの、お嬢様に育てるとダメなんで、こんなでちゃんと入れてる。で、あれそこそこの穴だけ。水は違う。水はあれで、もう道具でいた。あ、そうなんだ。これ種まき。見てこいつね、これ。すごい。この浸透した新芽をおひたしにして。ごまあいにしたり、カツオのね、あれしたり、ポン酢あいにしたりして、食べると美味しいよ。へぇー。美味しいし。へぇー、すごい知らなかった。新芽ね、何の癖もないから。こういうところでやってました。目の出るところ見て。みんな目が出てるよね。ここ元は田んぼだったんですか。こういうとこ、こういうところ、これ、出てくるわけよ。もっとゴロゴロのとこもあるから。すごいでも。よくこういうとこ。生命力が。そうね。これは脇、こう、こういう、これこのままやっちゃう。で、ここがちょっと出るところが、こっちに出ちゃうと、今度これで焼けて死んじゃったりするから、いや、こういうの見てると、本当に涙流れちゃって、よく、まあ。巻いて、その結果ができても、こっちで動かす、やるように、そういう風にして、負けちゃいられない。思うよね。こういうの見るとね。